ようこそクラクラチャンネルへ、今日はタウンホール8におけるドラゴンラッシュのリプレイを見ていくんですけれども、この、ベースですね。このベースよく見てください。この真ん中のスペース、この2つのスペースに、投入することができるんですね。で、それをうまく使った、攻め方をしていたので、それをのリプレイを見ていきたいと思います。では早速見ていきますね。まずドラゴンで援軍を釣りつつ、対空砲の一つですね、こちら側の対空砲を破壊していきます。まあ、レイジを使って一気に援軍とその対空砲をやっつけていきますね。で、それが終わると同時に、こちら側から、まあ、本体ですかね、ドラゴンを、全て投入していきます。これまだドラゴン2体残ってますね。でもで、こちら側から攻めた後に、はい、ここからですね、真ん中からドラゴン2体と、援軍ですかね、あれ、まだか、援軍の黒バルを投入しました。これ、真ん中に対空砲があるんで、ここのスペースに黒バルを出すことによって、真ん中の対空砲に黒バルが早く到着することができました。うまく、ベースの弱点をついてますね。これで、まあ、もう防衛施設もないんで 100% 取ることができました。この人なんで真ん中に開けてるんでしょうね。それがちょっと謎なんですけれども、まあ、気づいてないってことはないんでしょうけどね。テスラが出てきたんで。まあ、でも真ん中に対空砲があると、そのドラゴンラッシュでなかなか攻めづらいんですけど、こうやって真ん中にアプローチしやすくなるんで、これはもったいないですね。はい、あと1個、これで 100% ですね。はい、ということでちょっと変わったベースへの、攻めでしたね。はい、今回はドラゴンラッシュをお送りしました。ではまた明日、バイバーイ。